早朝相葉はもう一つ極上の温泉を発見しました。それは峠を一つ越えた渓流にありました。川の中にある尻焼温泉、川に直接湧き出す温泉がそのまま露天風呂となっているのです。行ったよね今日は。いろんな温泉行きましたよ。白いピリピリの温泉も行ったしさ、もういっぱい入ってきたからね。スベスベを通り越してもうツルツル。ここそしてもう一つの発見は、ここで迎える日の出も最高だったということです。今日来てよかったな温泉。さて、相葉の冒険は無事に終了しましたが、番組は終わりません。ここからはカメラを持って温泉に乗り込んでくださった OL さんたちの貴重なピリピリツルツルレポートです。はい、じゃあ皆さん、北海道目前の真夜中の嵐でも冒険スポットは全国から大募集。その訳はいずれわかります。じゃあ後ほど。はい、OL の皆さんがカメラを回しながら温泉に入っていきます。果たしてどんな映像を撮っていたのでしょうか。どうですか。なんかね、ツルツルしてて、なんかでもピリピリする、すごく。あ、曇ってます。お湯に近づきすぎです。ダメです、レンズを拭いてください。なんかもう熱くて痛い。うん、わかんない、ピリピリする、本当にピリピリする、本当にピリピリする、熱い、痛い、お疲れちゃん、お疲れちゃん。いやいや、ピリピリ温泉、ピリピリ温泉楽しかったな。来てたね。来てたよ、痛いよ、あれは。真っ赤になったもんね。これ行ってみたいんじゃない。行ってみたいね。行ってみたいね。したい、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 したい。できるもんなんです、うん、それができるんですよ。透明だね。匂いはどう。匂い、まず匂いは、このヒノキの匂いしかしない。ヒノキの匂いしかしない。あのね、でもね、濁ってたじゃん、うん、でもこうやって手に取るとね、透明なの。痛い、痛い、痛い。あ、分かった、ピリピリ、はい、ピリピリ、ありました。キャッシュ、キャッシュ、ピリピリ中、してる、してる、ピリピリ、熱いだけじゃなくて、え、ピリピリ来てる。今なんつった、お前、お前今なんつった。いや、だから熱いだけじゃないの。いつも挑戦的だな。なんだって現実的に物見やがってさ。そうだよ。とりあえずさ、抑えと。そうだね。みんなマッチも支えてあげた方がいいと思うよ。みんなを代表して入るわけよ。じゃあちょっと、はい、せーの、せ。よし、いいよ。怖いな、暴れるもん絶対。なんで。暑いだけじゃないぞ。どうぞ。あとからピリピリ来た。来てるの、来てないの。来てる、来てる。顔が弱いわ。いや、わかんないこれ。興味ある方は草津温泉白旗の湯に行ってみてください。ただし非常に強い酸のため肌に合わない方もいますので、十分ご注意を。マジですか。来週は那須高原で夜な夜な聞こえる謎の叫び声の正体を二宮が追跡いたします。はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。真夜中の嵐。